はい、リサイクルショップ店長の小島翔大です。このチャンネルでは音楽について話をしていくんですが、今回は日本版のレコードって果たしてどうなの、海外のリアクションについてということでやっていきたいと思います。はい、最近僕は海外のレコード屋さんとか音楽系 YouTuber の動画を見るのにちょっとハマっていて、その中で結構面白いトピックがあったので、紹介していきたいと思います。で、動画はザ・イングルーブというチャンネルの、マイクさんという人の動画です。これについては3年前に公開をされていて、で、内容としては、このマイクさんね、ご自身で、アメリカのテキサス州フェニックスというところでお店をやってる方であり、まあ、ご自身もコレクターであるというところで、結局日本プレスのレコードってどうなんみたいな話をされてます。こういう日本の音楽じゃなくて、まあ、アメリカなり、イギリスなりのバンドミュージシャンとかのやつで日本のプレスっていう話ですねに関して実際どうなのかっていうことを、話されてる動画になります。で、これの、まあ、まずは内容と、それから、コメント欄にも結構ね、いろんな意見があって、それが面白いので、その辺を、かいつまんで紹介していきたいと思います。はい、ではまずはマイクさんの動画で述べられてることについて話していくんですけど、まず日本版のプレスについてどう思うかっていうところで、まずはジャケットとかもベタ褒めです。このまずこの素材がもうまずいいというところで、頑丈だし、すごく綺麗だし、印刷に関してもかなりこう鮮明だということをおっしゃってます。それから、こういう帯もね、そういう、まあ、海外の人から見たらすごくかっこよく見えると。それからそして一つ一つこういうね、インサートが入ってますというところで、そういった細部にわたって作り込まれている製品としての完成度に関しては本当に日本版は素晴らしいというところで、お話をされてます。一方で版質みたいな話だと、日本版がじゃあナンバーワンかというとそんなことありませんという話をされてます。で、具体的には、日本版のレコードに関しては低域、ベースのところの音域がちょっと弱いと、その辺が弱くていまいち迫力に欠けるし音が割と平坦だみたいなところを述べられてます。その代わりに、まあ、広域がちょっと強くてというところで、大抵の場合はそう US 版とか UK 版とかに比べたらちょっと音の良さは劣ってるんじゃないかみたいな話でしたね。かといって、まあ、全部がそういうわけではないんですけども、一部例外もあって、例えばこのマイクさんが聞き比べた中で言うと、ピンクフロイドの、Wish You Were Here のマスターサウンド版ですね。これに関しては最上級の部類の音だというふうに、述べられてます。はい。一応、まあ、英語なんですけど、字幕とかも出るし、翻訳とかもね、あるので、まあまあ、おおむね言ってることは、僕も理解できてるとは思います。はい。はい。ここからは、今の動画について寄せられた、コメント欄のコメントをね、膨大な数あるんで全部は無理ですが、あとはね、長いのもあるんで、一部かいつまんでなんですけど紹介していきたいと思います。はい、こういったマイクさんの、考えに対して、他のリスナーですね、まあ、多くはレコードコレクター音楽ファンの方だと思いますが、その人たちは、どう思うのかという意見を見ていきたいと思います。はい、まず一つ目ですね。日本のリスナーは、ピッチの高い楽器に聞き慣れてると。日本の音楽は多くはストリングスとかを含むと。というわけで、日本のミュージック、日本の音楽は一般的に、ベースが少ないということで、まあまあ、このマイクさんが言ってたことについても、まあまあ、そういった補足がされてますね。うん。そういったなんかその楽器の違い、ピッチの高い楽器を使う日本の音楽が多いのが、まあ、そういうイコライザーの部分にも影響してんじゃないかみたいなことですね。言ってますね。それから、ビートルズのオールディーズを買いました。フラッグシリーズって言ってるので旗帯のシリーズがあって、がっかりしたというところで、低音がなくてがっかりしたと、うん、でベースがほとんど聞こえませんということで、この人はコメントしてます。そしてこの人は、帯がめちゃめちゃかっこいいと。で、日本版のプレスだと特別、まあそれ限定、日本版限定のボーナストラックがあることが多いよねみたいなことをおっしゃってますね。確かにそうかもしれない。日本版だと入ってるトラックとかね、まあ CD とかの方がね多いかもしれないですが、まあありますよね。それからこの人は、帯がとりあえず関心事だと、帯が気になるということで、それ以外はあんまり重要じゃない自分にとってはっていうことで言ってますね。それからこの人、日本のプレスで好きだったのは2つだけあって、ビートルズのホワイトアルバムの、旗帯のやつと、それから、ピンクフロイドのダークサイドオブザムーンの狂気ですね、EMI の方ですね、東芝オデオンじゃなくて EMI になってからのやつが良、かったとこの人は言ってますね。はい、でこの人は、どうして、ボーナストラックが日本版だとついてるのかっていうのを、その理由がまあ説明されてますと、うん、まあ、そうすることによって
ね、地元の日本の人にその日本版を買ってもらおうっていう、まあ、そういう魂胆があるんじゃないかっていうのと、この人の好きなバンドが、アルバムを出しましたと、ラストイヤー、昨年出して、それの日本版はやっぱりボーナストラックがついてたと、2021年なのにまだそんなことをしたのかみたいな感じでこの人は言ってますね。はい。それからこの人は、マイクさんの動画に対して本当にその通りだ、日本版を持ってるけど、同意しますというところで、まあ、日本版についていいなと思うのは、カバーとで、まあ、ジャケットですね、それから、インサートかなっていうふうに言ってますね。それだけかなっていうふうにこの人は言ってますというところです。ちょっとガバガバ翻訳ですが許してください。はい。まあまあこの人もその日本版の音質については同意する部分があるけど、この人はもうめちゃめちゃ持ってますと、日本版ので、それらのまあ、全てがファンタスティックなサウンドだというところで、うん、その一方でこの人は、アナログのモーファイのコレクション、モービルフィディリティのかな、あの上の方にオリジナルマスターって書いて、まあ、オリジナルリマスタリングって書いてる、まあ、高音質なリマスター版ですね。それらも持ってるけど、まあ、そういうのは聞くとやっぱり違いがあるなとは思うというところですね。この人は、ビートルズの、日本版2つ持ってるけど、ボーカルがいくつかの曲では聞こえませんと、そんなことあるかなと思うけど、まあ聞こえづらいってことでしょうね。それからこの人は割と日本の音楽そのものが好きな感じですかね。日本人はミリオンだから100万年ぐらいも進んでますというふうに言っていて、個人的には日本の音楽と、それからね、70年代80年代の、日本のプレスを持ってますと、で、自分のコレクションの中でも、音質のいいもののうちに入るというところで、でも、これらのレコードは、日本ででしかリリースされてませんと、ということは、まあ、つまりこの人は、まあ、日本の音楽を聴いてるわけですね。なので、他の国のプレスと比較はできませんというところですね。それから、US とか、ヨーロッパのバンドの、日本版も持ってるけど、まあ、日本版が、まあ、ベストだとはちょっと言い難いと、まあ、ベストではないけれどもかなりいいサウンドでありクリアではあるというところですね。それから、この人は、おすすめするとしたら日本の J-POP でいうと月姫、山口美代子の月姫は、のオリジナル版はもうベストだと、これ以上のサウンドはない In My Life 人生でっていうことを言ってますね。この人はもう普通に日本の音楽のファンって感じですね。この人は長年感じていたことを言ってくれてありがとうと、うん、日本版が、他のね、US 版とかよりいいなって思うことはほとんどはないということは言ってますね。でこの人が言ってるのは、あとは最後の方に言ってるのは、注意すべきこと、日本版を集めるときに注意すべきことは、いくつかは偽物の帯があるということも言ってますね。そういうのも作られてるんですね。でこの人も、結構ユニークな視点です、日本のカートリッジを使ってみなよってこと言ってますね。長岡、住子、花とかを使うと、日本のプレスにも結構合いますよっていうことを言ってます。それから、2007年のリマスターされた、日本版のスティーリーダンのガウチョを聞いてめちゃ嬉しかったと。その一方でマイケル・ジャクソンの日本版を聞くともうドライブ感がないみたいなこと言ってますね。うん、いいものもあれば悪いものもあるみたいなことですかね。でこの人は、この人の視点もかなりユニークです。91年に日本に留学してましたと。どうして日本の、プレスがその低域をカットしてるのかっていうのをの理由としては、家を挙げてます。日本の家屋について挙げてます。日本の家は木でできていて、そのほとんどが合板っていうか少しこう空洞になってるような感じの木を使ってると。でそういう低音が強いようなものを再生するとしたら、ドアが揺れるとドアが揺れて、それからその振動がその他の家族の迷惑になったりとか、他のなんていう入居者近隣の人にも迷惑になるということを言ってて、うん、でこの人から見ると多分まあ大概的にはそうだと思うんですけど、日本の家屋はとにかくちっちゃいとっていうから、だからそういったまあ処理が施されてるのではないかってこと言ってますね。確かにアメリカの家屋とかに比べたら絶対家同士も近いし、ね、そもそも家がちっちゃいとは思いますよね。それからこの人は、日本でレコードを買った時の体験について書いてますね。日本でレコードを買って一番感動したのは、レコード店がどれだけ几帳面かみたいなことを言ってます。グレーディング評価をするのと、あとは、詳細を細かく書いてあるとっていうので、うん、わざわざ検品するしてこう開ける必要もなくですね、知りたい情報が全部含まれてると
まあちょっとねそれぐらいまめにいろいろバーって書いてるお店、ちょっとね全部が全部じゃないと思いますけど、まあそういう几帳面さを見てすごく感動したということを言ってますね。でさらに一番この人が感動したのは、日本でニューオーダーとかバウハウスの UK オリジナル版を見つけたというのが一番良かったことです。かっこわらみたいな感じです。はい、はい、といった形で、はい、駆け足になりましたが、日本版のプレスに対する海外のリアクションということでちょっと紹介してみました。はい、まあ、まあ一概に言えることではありませんが、ジャケットのねコンディションだとか帯とかに結構夢中になっている人は多いけど、まあ版質が世界一かっていうとまたそれは微妙だということですね。まあ、中には、素晴らしいプレスもありますよということが、まあ個人的な意見ですが、いろんな人の口から語られていました。どうだったでしょうか。以上、日本版に対する海外のリアクションでした。ではこの動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。